はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはガルフラ、あ、じゃないな、これあれガールズ フランティッククラン、ガールズフランティックフラン、略してガルフラかな。2023年9月28日発売予定ということですが、見てみましょうか。はい、まあ、なんかこう女の子ばっかだから、まあ、プレイヤーだけ一人男とかそういうシチュエーションなのかな。でもこれエンターグラムさんだよな。だから結構恋愛系なのかもしれない。はい、ゲーム世界と現実を行き来して女の子と絆を深めていくような、深めていくような華麗な話はない。これは異世界転生、いや彼は死んでいない。ゲーム世界に一人残された、いや彼は毎日現実に帰っている。それでは彼が体験している事象を何と呼べばいいのか。俺だけ生身でレトゲの世界に落ちてさ、死んだら現実に戻るってのを毎日繰り返しているんだよ。あとステータスとかも見れないし、っていうか転んだだけで死ぬくらい貧弱なんだけど、何これ、何、あ、違う、そう、何これなのだ。そんな境遇に立たされた、これなんて言うんだろう、シティキっていうのかな、ユーリは、現実の舞台二条クレイン学園の臨時教員である。初めて学園に足を踏み入れたその日に、学園が運営するネットワークゲーム XR の世界へと旅立ち、そして数時間後には無事死んで帰ってきた男だ。死ねば現実に帰ることができるが、翌日の放課後にはゲーム世界に落ちる呪い。そんな地獄のような毎日を支えるのはゲームをプレイする学園生であり、ちょっとフランティックな面々。主人公を殺すことに固執する、暗殺者の A 子、弱者を守るために拉致までする聖女のスイカ、知識欲に取りつかれたマイペースの魔導士のミナミ、ちょっとつ盲信のお嬢様で、他人の話を聞かない騎士のポンコツな、ネーミングがなそして世界を救う気などない、など一切ない勇者の、これ読めねえな、なんて書いてあるのこれこれなんて書いてあるの、読めない、キキか、キキ、まともな仲間なんて一人もいない。それでも彼は呪いを解くために日々戦い続ける。まあ戦う力なんてないので、後ろから指示を出しているだけだが、果たして彼はゲームの世界から逃れることができるんだろうか。それともこれはでも、ということは恋愛アドベンチャーなのかな。これはオープニングムービーはどうでもいいやワールドXR には大きく2つの勢力がある、人間とエルフが暮らすオート・ライルーア、魔王を頂点にして魔族や、獣人が支配している地域、魔の領域。それぞれの勢力の大半は NPC だろう。しかしそこに混じっているプレイヤーたちもまた本来は敵対関係なのだ。まさに互いの役割、ロールに従って、争い合う剣と魔術のファンタジー世界と、ここまではゲームの話。実際現実に生きる彼や彼女たちには当然別の側面がある。別というかこちらは本来の姿なのだが、なんかよくわかんないな。学園生として等身大に生きる彼女たちに争い事なんてあるわけがない。同じクラスの勉学に励む学友、共に青春を謳歌する仲間たち。成績の悪い者は敵味方関係なく一緒に補習を受け、時には学園祭では笑い合い、屋上に行けばちょっとやんちゃな先輩もいて、廊下を歩けば気性が荒い後輩もいる。そんな何気ない日常の学園と生と死とリスポーンがあるゲーム世界、この2つのギャップこそ学園が運営するネットワークゲーム XR の魅力なのである。なんとなくご都合世界のお話っていう感じにしかないんだよな。これは、あ、だからこういうキャラクターが、これがこれか。
あ、違うか。これが多分エイコでしょ。あれ、ファンタジー世界のキャラクターっていうのは別にここで見せてくれるわけじゃないのか。だから彼女たちがみんな、あれ?NPC か、そうか、そういうことか。ゲームの中の世界ではまた多分違うビジュアルなんだよな。あ、服装とかは多分。まあ、これ見た感じだと普通の、なんか結構、あれ?結構怪しくねえか、この辺とか。ちょっと過激なのも入ってるな。まあいいや。あんま気にせずに。あ、システム、珍しい。エンターグラムさんのゲームの中で、こういうシステムの説明があるの珍しいな。メイン、ステータスボタン、ヒロインの、装備構成を変更したら、あ、だから、あ、装備の変更とかできるんだ。アドベンチャーじゃないのか、普通の。おで、ステータス画面。レベルアップしたヒロインを強化、スキルを組むことができます。戦闘によって得た素材アイテムで新たな装備を作成可能。各ヒロインの攻略状況なども確認できます。クエスト、マップ上にはルートに従ったアイコンがあり、それを選んで進行。ストーリーとともに行けるエリアが広がります。進行状況や条件によってヒロインシナリオが解放されていき、クリア後は再び1からスタート、または分岐前からスタートなど選択可能なので、自由に攻略できます。フリークエストなどレベルを上げて素材をじっくり集めて進みましょう。これはあれか。だから普通のモードは RPG 的になんか進行して、個別のルートに入ったらシナリオが勝手に進むのかな。よくわかんないな。バトル、ウェイトタイムシステム。単性ではなくキャラクター全員が状況や行動に応じて行動順が変化。まあまあ割と、でも RPG ではよくあるパターンのような気もする。はい。ということでよくわかんないゲーム内容。シミュレーションアドベンチャーなんだ。はあ。シミュレーションっていう考え方なんだ。ちょっと待って。これは通常版と限定版があるから、限定版の説明がどっかにあるんじゃない?ちょっと待って。ニュー。あった、これだ。トピックスか。ということで、完全生産限定版は主題歌ボーカル CD と取り下ろしドラマ CD6 本収録、あと B2 タペストリー、これ布のやつかな、はい、布ポスターみたいな感じかな、はい、まあまあその、あともう一個あるか、あれか、カードか、 PR カードかの4点入ってるから、まあ数千円レベル、5000円ぐらい買うのかな、わかんないけど、まあ今ざっくり値段を言ってみて、いやいや、これプロダクトみたいにいいか。ということで、ガールズフランティッククラン、ガルフラ、シミュレーションアドベンチャーで2023年9月28日発売で PS とスイッチで、通常版が8778円税込みで、あ、完全生産限定版1978円税込みだから2200円か。2200円差でタペストリーが入っていて CD が入って結構お得な感じはしますね。うん。B2 タペストリーってそんな高くないのかな?まあまあいい、そんな感じ。結構なんかこういう、この手のやつの中ではなんか安めに抑えられてる気がする。はい。で、セロ C ですね。はい。ということですが、なんかよくわかんないけど、なんか割とエンターグラムさんのは恋愛系のゲームのなんか変化球かなと思ったけど、ちょっとなんかシミュレーションアドベンチャーと書いてて、その辺も含めて結構な変化球が来たなってところで、なんかその RPG 的な世界観でなんかよくわかんないそのね、あの要素がありながらの恋愛のね、ストーリーを楽しみたい人にはまあ向いてんのかなというところです。いや、結構エンターグラムさんのね、恋愛ゲームってこうサイト見ただけであんまりよく情報が分かんなくて大抵の場合はなんかもやっとした設定あるけど、みんなとわちゃわちゃ仲良くなるアドベンチャーゲームなんじゃないのぐらいで結構把握できるんだけど、それとはちょっと違うなっていうことだけは把握できました。はい、そんな感じです。はい。